毎度いつもありがとうございます。ひしーでーす。なんとですね、クワイエットが帰ってくるっていう情報を聞きまして、それどうするかっていうと、このミッション11ですね、静かなる暗殺者、これを7回連続クリア、連続かな、連続じゃないと思うんですけども、7回クリアすると、そしたらこのリプレイっていうのが括弧、再開になるんですね。それでクワイエットが戻ってくると、いうことなんで、ちょっとやってみようかなと思います。いきましょうか。ではではどうぞ。はい、オッケー。アンパンチ。オッケー。何回目や、5回目かな、これで。もうちょい。あと2回か。6回目、いきます。こんなもんか。はい、じゃい。はい、来ましたね、7回目。リプレイってなってたのが再開になってますね。いよいよですね、これをクリアするとクワイエットが戻ってくるということなので、7回目いきたいと思います。過去にクリアしたのは関係ないんでしょうね、多分。もしくはアップデート後の回数ってことでしょうね。もしかしたら、1回離脱してから7回クリアなのかもしれないですね。それで、再開ってここがなるんかもしれないですね。僕離脱後も何回もクリアしてるんですけどね、きっちり7回目でこれが出たので、とりあえずはアップデートのあと7回やれば出てくるという、そんな感じでしょうね。行きましょうか。大丈夫かボス、まさか例のスナイパークワイエットか。静かなる狙撃手クワイエット、どこにいる。7回目いきましょう。ソリッドスネークでいきますね。さあ、どこ行くねん。敵スナイパーが姿を消した。マークを外されてはどこに潜んでいるか分からん。警戒を怠るな。
うい。はい、オッケー。やったか。それにしてもあの能力。さあ、やはりクワイエット。戻ってこい、クワイエット。いやー楽しみですね。こちらピーコード、まもなくランディングゾーンに到着する。まあこれでクワイエットを使った攻略動画とか上げられるかもしれないですね。こちらピーコード、ランディングゾーンに到着。クワイエットが入る前に上げた動画か。もうすでに離脱した後の動画しかなかったと思うんでね、よかったですわ。もともとクワイエットそんな使ってなかったんですけどね、親密度だけ上げるっていうやってましたけどね、いなくなるとね全く使えないとなるとちょっと使いたかったんでね、いやーよかったっすわ。再開いいですね。どんな感じになるのか。はい、というわけでクワイエットに会いに行きましょうか。おるみたいなんでね、おんのかな、ほんまに。よいしょ、医療プラットフォームやったかな。そうそう、ここここ。音楽もなんか、おかえり。クワイエット戻ってきたわ、いいね、久しぶりやな。おいどうよなあなあて、どうですか調子。どう。相変わらずやな。めっちゃ喋ってたやんこないだ。どっか行くときめっちゃ喋りますからね、クワイエット。君がこんなにおしゃべりだったとはなっていうね、ピーコードに言われるっていう。プルプルプルしてる、プル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 いやーよかった、久しぶりにクワイエット使えそうですね。ちょっとまたクワイエットを使った動画なんかも、やっていきたいと思います。お疲れ様です、お疲れ。ボス、はい、ってな感じで、クワイエット戻ってきました。7回ですね、7回やればクワイエット戻ってくるという、そういう情報でございました。もうクワイエットねいなくなって寂しい思いをしている方、もう一度やってみてください。ではではまたお会いいたしましょう。さよなら。サンダー・リュンクス？
たまたま同じやつがおるっていうね、そんなおまけでございました。探したら多分おるんでしょうね、そんなんがいっぱい。